え、どうも、プロボーラーの笹田です。えー、今日はですね、えー、伊賀忍忍ボールで月1回行われております、えー、風林火山リーグでとあるコンディションを投げました。そのコンディションが、じゃーんはい、まあ、こんな感じのコンディションです。皆さんわかりますでしょうか名前は、なんと、信長です。はい、おそらくちょんまげをイメージしたんではないかな、というふうに勝手に思ってるんですけども、はい、真ん中ね、しっかり油が、 まあ、はなんかねロケットみたいな感じでバーっと塗ってありますですけどもなんと10枚付近の油全くないんですねはいないですねそして大外5枚には油がべったりと、えー、塗られておりますはいあのこのコンディションでねあの大外を投げられた方あの数名いらっしゃいましたけども、まあ、あのまあ練習投球でですけどもね大外投げるとなんとあの6番ピン 直撃みたいなはい <laughs> 6番ピンとか10番ピン直撃みたいなことがあの起こってました <laughs> はいあのその度にねちょっとあの笑いが起こったりもあのしてたんですけどもねはいあの非常に勉強になるコンディションですねこの下のグラフを見てもらっても皆さん分かりませんかねはいえー、真ん中がたっぷり油が塗られておりまして外側もたっぷり外側もたっぷりそして え、くぼみがある。はい。この10枚付近、もう全然オイルがありません。はい。なかなかこんなコンディション投げる機会ありませんよね。はい。あの、そこで、こういうコンディションでね、投げたらこっからこそ、あの、気づいたことも、あの、ありますのでね。あの、その辺を、まあ、ご紹介させていただきたいんですけどもね。はい。このコンディションね、あの、まずちょっと自慢させてください。はい。あのコンディション、このコンディション最初見た時にね、あの、まあ、 多少難しいんだろうなっていう風な感じはしてたんですけども、なんと私4ゲームで981点も打てたんですね。<laughs> はい。あの、すいません。これ自慢です。申し訳ないですけどもね。はい。あのー、でもあまりにもできすぎです。自分でもびっくりしました。<laughs> はい。で、まあ、あのー、その辺のね、あのー、まあ、どういう風にして投げたらそのように打てたのかっていうこともね。 あの、参考にしていただけたらいいかなと思いまして、今回動画作成をさせていただくことになったんですけども。はい。で、あの、まず一つ目気づいたことはね、やはり、あの、外側から投げるだけではダメだなというふうなことを、まあ、感じました。特に、あの、周りの方々を見て、えー、そう思ったんですけどもね。はい。えー、ホワイトボードで書くと、まあ、こんな感じの、えー、コンディションです。皆さん、わかりますでしょうか。やっぱり、えー、下手ですね、僕ね。 あのこれ一生懸命書いたつもりなんですけどもね、はいひどいです。はいもう分かってますんでね、なんぼでも突っ込んでください。はいであのー、外側はやはりね、ここまであのオイルがもうべったり塗られております。そしてこっち側もオイルがべったり塗られております。はいですので、えー、この辺投げるともうそのまま。はい 6番ピンに一直線ですみたいな感じのコンディションなんですねそしてやはりあの外側からしか投げれない方はね非常にあの苦しまれておりましたはい、えー、この辺に10枚目のスパッドがあるんですけどもあのうまいことねボールが手前でコンと起きてそのまま一直線にポケットみたいな感じでまあ確かに行くこともあるんですけどもやはりですね外ミスした時にねあのこの外側にある油に 引っかかりますので、もう曲がらず、一曲がりもせずに、そのまま6番ピンに一直線、みたいな、あの、感じだったんですね。はい。ですので、やはりね、あの、中から投げる練習をしなければなりません。あの、我私はね、あの、やはり、あの、いろんな大会でや、まあ、これ、これまでね、 あのアマチュア時代からプロ生活の中でももうたくさんのレーンコンディションの中で揉まれましたのでねいろんなところでから投げることができますはいこのコンディションも当然中から投げたんです当然って言ったらちょっと表現悪いですけどもねはい中から投げましたはい15枚ぐらいのスパットを通して投げたんですけどもえ15枚のスパットを通してちょっと膨らます感じで投げましたわかりますかねこんな感じですはいで、えー、このような感じで入れるというような感じですね このような感じのアングルを取るとですね、コース取りをするとですね、ちょっと外側に出てもですね、はい、この辺オイルありませんのでね、しっかり、えー、先に引っかかって曲がってくれます。で、ポケットに吸い込まれます。はい。で、ちょっと引っ張っても、このまま滑っていって、ポケットみたいな感じでね、非常に私の場合はもう幅を感じました。で、中から行くとね、あのー、まあ、 あ,のある程度きれいな回転で投げなければそれはならないとは思うんですけども、えー、外ミスしても OK というような感じですね皆さん外側から投げられるとやはり外ミスしたらあかんもう終わりっていう意識があるのでどうしてもう内に内に引っ張るような感じだったんですけどもねはい、えー、中からこのような感じで投げていただくとあの外ミスしても OK やし内側にミスっても OK やしというような感じで。 あの、投げることが、あの、できましたので、あのー、まあ、もしね、センターさんにご協力いただけるのであればね、あの、こういうコンディションを引いていただいて練習していただくのもありかもしれません。あの、大外のね、特に、あの、しか投げれない方は、このようなコンディションの練習していただいてもいいかもしれません。なかなかね、投げる機会ないとは思いますけどもね、はい、機会があれば、 あのやってみてみくださいそしてですねあの難しいコンディションですとですねあのこのようななコンンディションになる時があります、はいえー、難しいコンディションっていうのはねもうこの間もあのオイルが引かれてて、まあ、こんなべっとりしてるときがあるんですけどもね、はい、こういうときね、あのー、比較的中から投げられる方多いです外側かっていうよりも中からこのように行かれる方,方多いですねそうするとねあの以前ねオイルに穴っていうような動画でもあげたんですけども ここの一部分だけオイルがスポーンとなくなることあるんですね。そして、えー、外側のあの油がもう残ったままになってしまうので、えー、このような感じで、はい。こんな感じの、ここが空洞になったような感じのコンディションになる時が、あのー、まあ、稀ですけどもね、あのー、あります。はい、えー。そのような場合はね、もうこのように中から、その、 えー、スポンと抜けたところに向けて投げていただくというような感じになりますんでね、はい、以前あの一昨年やったかなの千葉オープンでなんかこんな感じでしたねもう全体的に油べったりで、はい、もう曲がるのはほんまにガタあの1枚目だけみたいな感じのレーンコンディションでね、はい、みんなその時にはもう雲めちゃめちゃ曲がる球でね、はいあのー、中を投げるっていうような曲がるというかカバーの強いボールで中から皆さん投げてたのでもうこの辺はもう,もう非常に 逆に最後にはもう空洞になってましたで。大外は油残ってるみたいなね。はい。あのこ、こんな感じのコンディションで本当になるんですよね。はい。あまり機会はないかもしれませんけども、えー、練習しとく価値は、あの、あるかもしれませんのでね。はい。で、あの、このようなコンディションね、なかなか実は、ケーゲルというコンディションの機械では、レーンメンテナンスマシンではなかなかできないんですけどもね、あの、実は、胃がニンニンボール、あの、ケーゲルの他に、 アンボイという機械が導入されてるんですね。ですので、あの、伊賀ニンニンボールはね、あのー、まあ、レーンコンディションのマシーンがですね、2台あるんですよ。これね、すごいことだと思うんでね、<laughs> はい、もうイガニンニンボールならではだと思います。日本ではね、えー、ケーゲルがまあ主体で、え、いる、あるんですけどもね、海外では、あの、アンボイもかなり普及してるみたいなんでね、はい、あのー、このイガニンニンボールでぜひね、 このケーゲルとアンボイの、えー、両方使ったレーンコンディション、両方使ったとしたらちょっとあれですけどもね、はい、あの、体験していただけたらいいかなというふうに、あの、思います。そしてですね、もう一つ、あの、気づいたことがあ,のあったんですけどもね、やはり、このレーンのオイル量に対するこのボール選択というものが非常に、あの、重要だなということを改めて認識しました。当然ね、あの、分かってたのは分かってたんですけどもね、はい、あの、最初ですね、あの、このレーンコンディションを投げた時にですね、 あのマーベルマックスエリートというボールを、えー、曇らして、あのー、800番でザラザラにサンディングして投げたんですね。はいそれはなんでかっていうとですねあのこのコンディションの表を見た時にあのアンボイはね、あのー、こここのグラフの一番上まで行ってたら油がたくさん入ってますよっていうことなんですね。はいであのー、この茶色の部分ね あのたくさん油が入ってたのであのー、まあ、べったりなんだなぁとオイルたっぷりべったり入ってるんだなぁと思ってねあのー、マーベルマックスエリートの800番で投げたんですけどもなんかね道中がはい、あのー、全然全然と言いますかなんかボールがねあのー、なんか噛んでるような感じがしてねしかもあのー、ドライエリアに行った時にまあ しっかり動くはずなのに、全然しっかり動かなかったんですね。全然しっかり動かないので、ピンアクションも全然あの出なかったんですよ。ピンバーンって飛ぶような感じもしなくて、あれこれひょっとしたら、あのー、油に対し、油の量に対して、このボール合ってないんじゃないかなというふうな感じになったんですね。で、周りの方でもやはり、あのー、 あまり曲がらないと踏んだんだでしょうねかなりあのカバーの強いオイルに強いボールを投げられている方がいらっしゃってその方を見ているとですねやはり道中でねはい道中っていうのはまあこの辺なんですけどねはいこの真ん中ミッドエリアのところでボールが捕まってるような感じがしたんですねですのであの先が全然左に曲がってきてなかったんですねですのであこれはこのオイル量に対してボールが当てないと僕は思ったんですねですので えー、マーベルマックスエリートはわな結構オイルに強いボールなんですけども、えー、オイルに弱いボールに変えました。僕は IQ ツアーエディションのもうかなり使い古した IQ ツアーエディションに変えたんですけどもそうするとですねなんとやはり、あのー、しっかり。 パーンと走ってですねドライエリアに行った時にガツッとボール左に曲がってきてくれるんですね。その結果、ピン役者もドーンというふうに、はいあのー、出るようになりました。その結果、非常にあのたくさん点数があの打てたんですけどもね。はい、あのボール、ね、の,あのオイル量に対するこのボール選択って本当に大事なんですよ。まあ、それは何でかっていうとね。 はい。あのー、ボール、やはりエネルギーというものがあります。この表現、ちょっと難しいかもわかりませんけども、しっかりこのドライエリアに行った時にね、このボールが、あのー、元気なような状態にしといてあげないといけないんですね。もうこれインクなくなりましてすいません。はい。えー、このドライエリアに差し掛かった時にですね、ボールが非常に元気な状態にで、ここに持っていかなければなりません。なんですけども、えー、道中でもう、ここで、 摩擦が起こ,ってです、ね、起こりすぎてボールにエネルギーここに差し掛かった時にはもうボールがエネルギーを持ってないような状態になってたんですねですのでマーベルマックスエリート本来であれば IQ ツアーエディションよりも曲がるボールがですねここに来てなんかほニーという感じなんですね、はい、ですけども、えー、カバーの弱い本来であればマーベルマックスエリートよりも曲がれない IQ ツアーエディションの方を投げるとここをしっかり きれいにヒューって走っていってくれるおかげでですね、ここでマーベルマックスエリートはエネルギー40%ぐらいしかないんですけども、マーベルマックスエリート、あの IQ 2ーエディションだったらここでエネルギー70%ぐらいあるんですね。ですので、ここでガツンと左に向いてくれるという感じなんですね。はい。ですので、あの、レーンコンディションによって、皆さんね、 あのー、オイルに強いボールやとボールが曲がるっていうふうな認識はあるかもわからないんですけどもそのオイル量に対してね、えー、しっかりあのーまあ、カバー相性のいいカバーを選択してあげなければならないというふうに感じましたはい、えーまあ、当然ね今までもね、えー、そういうふうな感覚はあったんですけどもねよりまあ感じたと、えー、いうことですねはいで あのー、このね、カタログとか見てもらったら分かるんですけども、えー、これちょっと非常にね、見にくいんですけど、申し訳ないです。あのオ,イルへのつオイルへの強さとかもね、えー、この例えばフィジックスであれば、えー、ランクとして出ております。これちょっと見にくいですかね。はい。えー、オイルの強さ、えー、5つ中4つとかね、はい。他のボールであれば、例えば3つとか2つとか表現が書かれて、えー、おります。はい。あのー、非常にあの感覚的な問題ではあるんですけどもね。 あのー、やはり、えー、オイルが薄い場合にはドライエリアのドライのボールがありますしオイルがベタベタたのボールの時はねヘビー用のボールがありますし、えー、その間ぐらいのあれあオイルであればね、あのー、オイルの強さは半分ぐらいのね、えー、真ん中ぐらいの、えー、ボールが、あのー、合います。はいえー、ですので、えーまあ、今後ね オイル量に対するその棒カバーの強さとかねあのどれぐらいがこうマッチングするのかというようなねあの検証動画もねちょっと上げていきたいなとは思ってるんですけども非常に感覚的な部分があの強いのでねあのこれはあの、まあ、これはといったらあれなんですけども。 えー、いろんなボール投げていただいて、あの検証していただくのもいいかなと思います。私もね検証して、あのこのような感じであれば、このようなボールが合います。っていうような動画を今後あの作成していきたいなと思います。はい、非常にね。あの感覚的なことで本当に分かりにくい部分ではあるんですけども。あの検証していけば必ず。あのこれも感覚として入ってくる知識だと、えー、思いますんでね。はい、あの皆さんもあの頑張って。 見てください。よろしくお願いいたします。はい、それではあのこのレーンコンディションであの感じたあの2つの事柄でしたのでね。はい、皆さんぜひあの参考にあのしてみてください。ちょっとあの今日は難しかったですかね。はい、あのもしわからないことがあればね。あのまあ、youtube のコメント欄、あの書いていただいたらね。 あの、またこれはということがあれば、また返信させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。それではどうもありがとうございました。また内容が良ければ、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。また失礼いたします。バイバイ。